とその警察の方と協力をしてですね、 GPS とか対策をとって木材の減少に努めていきたいとは、はい、思っております。あれさっきまで 1% あったのに、うん、あれないじゃんっていうのを何回も、うん、3回見たことあるかな。木が見えるぐらい、うん、治安の問題でちょっと、まあ、怖いなって感じがします。東海警察署の大部幹部交番はパトロール場所に新聞紙の集積場を加えている。4月には鈴鹿ナンバーの車に乗ったブラジル人が持ち去りの現場を抑えられ警察署で警告を受けた。今日は取られてないね、とりあえず異常なしで今のところは報奨金として還元がなされているということを聞きまして、でそれが各自治会が子ども会などの景品とかそういった活動に当てていると、地域住民の絆ですとか結束力ですとか思い出作りに役立っていると、そういったものを守るためにですね、警察としては厳しく対応していかねばならないなと考えております。